アルコ&ピースの酒井健太です。こんばんは、乃木坂46の弓木奈央です。よろしくお願いします。お願いします。今日は平子さんお休み、弓木さんリモート、ストレッチーズなし、グリーンピースなしでお送りします。ね。そうです。よろしくお願いいたします。お願いします。弓木さんは、明日が前つの初日じゃなくて、前つの沖縄の初日ということで、今は南国沖縄に、います。どうですか、うん、沖縄、そちら、暑い？暑い、なんか、なんだろう、湿度が、全然違います。うん、ええー。なんか、ずっと、乾燥機の中に入ってるぐらい、なんか、もわもわってしてて。カラッとしてんの？そんなはずないけどね。なんていうんだ、浴室乾燥あるじゃないですか。浴室乾燥あるよ。うん。あん中です。最悪じゃねえかよ。浴室乾燥で乾燥機かけてる時の、洗剤のもわーんとした匂いと。はい、うん。でもまあ、これは、あれなんですよ。まあ、うちのとこっていうか、ね、スタジオあ、じゃなくて、舞台うん。まあ、ドームあ、ドームでやるんでしたっけですよね。さすがに知ってるだろ。言っても大丈夫だろ。え、違う？ドームじゃないの？場所ってドームですよね。これ最悪だよ。前日に確認してんの？ちょっと待ってください。ドームじゃないの？そんで。あれ？やめてもらっていいですか？本番中に。え？いや、沖縄人は知ってるんですよ。全員聞いてるやつも、きっと。あ、すいません。間違えました。漢字、私がカタカナ間違えをしました。沖縄アリーナです。あ、アリーナ、剥き出しになってんの、はい、その。いや、室内なので、涼しいと思うので、皆さんちょっと、外が暑いなーとか思ったら、ぜひ、アリーナに来てください。いや、もう、だってチケットも完売してますし、当日はなかなか入れないですよ。大人気アイドルグループにいるんですから。いや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 、そんなことないですけど。うん。いいですね、沖縄。嬉しいです。なんか沖縄っぽいことしてないの？飯食ったりとかもない？あ、食べました。嘘。いいポータマと、うん、ポークハンバーガー。卵のおにぎりみたいなおむすび。そうです。それとハンバーガーと、なんだっけハンバーガー屋さん。沖縄で有名なやつ？違います。なんか、ありきたりのハンバーガーです。違う。そこら辺の。結構いっぱい種類がある感じのハンバーガーなんですけど、うんうん、朝は、朝ごはん食べました。ハンバーガーの話まだ、何ですか？ありきたりのハンバーガー。違う。間違えました。今の間違えまして、うん、ハンバーガーを食べて、うん、で、朝は、ビュッフェ。あら、あれ？今日は入り？昨日です。昨日からか。いや、違うか。で、リハもやってとか。まあもうね、はい、チラチラ見ないでよ、そのなんか。違う。なんか、どこまで言ってんのか分かんないんですよ。まあ、大阪桐蔭の西谷監督ぐらい見るじゃん。だって、ね、本当に分かんないから。やめてよ、そんな。怖いんですよ。怒られたら怖い。怒られたら怖い。変なこと言おうとするから、ゆみきちゃんが。じゃ場所とか、どこまで言っていいか分かんないから。いや、さすがに会場、今の場所なんか聞かないし、会場はみんな知ってるし、東京とか。入りとか。入りとか言っていいのかな？入りは大丈夫だろ、もう過去の話なんだから。大丈夫かな？あ、ラジオネーム小寺ニコータ、はい。来月バスケのワールドカップでやるとこでしょ？あそこの臨場感すごいからな、だって。そうです。なんか見えました、バスケットゴールが。どうだった？チラッとしか拝見できなかったので、場所が違うので、チラッとしか見えなかったんですけど、すっごく立派なゴールでした。うん、ワールドカップで。使われそうだなっていう感じの。そうです。やっぱ盛り上がりそうだなって思いました。ああ、そう。あ、もうゴール見てわかる、うん。もう一発です。リーチ一発。一発。ですよね。そう、よかったですね、じゃあね。そうですね。坂井さんはどっか行ったりしませんでした、うん、この一週間。いや、行ったりした。あ、どこ行きました？ちょっと言えないです。まだ。あ、なんで？いや、いろいろ地方にも行ったりしましたけど。ああ、じゃあ言っていいんじゃないですか。終わったことです。誰に言ってるんですか。逆ですよ、聞くとしたら。聞くとしたら、ブースに聞いてください。外に聞いても誰も答えない。ゆみちゃんがすぐ聞くから、俺だっているよ。今日も。誰がいるんですか。おじさんしかいないよ。お前、すんげえよ、年齢層の高さ。平均年齢いくつだろう、今日。
代々木。確かに。一、二、愛想さん、佐々木さん、海老名さんでしょ。確かに。俺40でしょ。マジでいくつぐらいですかね。55とか。50ぐらいか。50手前とか。平均年齢こっちやばいよ。じゃあ、酒井さんが一番下げてるんですね。俺が一番若い40。ああ。3級で。一番上誰ですか、まあいつさんいくつ、あいつさんお前54だってお前。え、そうなの、見えないですね、したら。いや、なんか、それも違うな、なんかあいつさん。なんですか ?54 か。あと6年でもうじゃあ。定年退職定年退職します、あいつさんは。やばい、じゃあ今のうちに思い出作っとかないと。そうだよ。お花渡せないから。なあ。うん。最後、そうだよ。そうなっちゃうよ。お前、愛想さんの葬式行けよ、絶対。じゃあ、私よりも先に亡くならないでほしいなとは思ってます、愛想さんは。愛想さん？うん。いやー、でも54だよ。順番で言ったら愛想さんだよ。いやー、でも、嫌です。いや、しゃあないよ、それは。でも、愛想さんって、めっちゃ長い時期しそうじゃないですか？あー。そうだね。意外と90、100ぐらいまで愛想さんみたいなタイプが、うん。絶対しぶとそうっていうか。チャリで来てるからなんせ。え？そうなんですか？うん。スタートどこかわかんないけどな。どっから来てるかわかんないけど、チャリでは来てるから、愛想さん。かっこいいチャリで。だからか健康の秘訣というか。確かに、愛想さん若いよね。54には確かに正直見えないもんな。だってあんな俊敏にキンキンのお水提供してくれる人、愛想さんぐらいしかいないですもん。マジで。ほんと、愛想さんがラグビーのマネージャーぐらいじゃん。あんな早く、水分を選手たちに。本当に。うん。私たち選手に対して、うん、お水提供してくれる人、ほんとに。いや、簡単かけるもんな。頭からかけるもんな、やっぱ。うん、そんな。気合い入ったら、もう頭からいっちゃいますもんね。適当なこと言わないでもらっていいですか？明日なんか本番ない。ね、本番だったらさ、ね、別に出なくてもいいんだよ。うん、正直。でも確かに、正直、リモート久しぶりにやってみて、うん、こんなになんか、反応が遅れて聞こえるっていうか、うんうん、え、っていうかさ、会話のリズムが、うん、テレビついてる？あ、はい。なんでテレビ、お前テレビ見ながら、ラジオやる、顔の反射がさ、なんか、いろいろ色変わんなと思ってさ、なんでテレビ見ながらやってんだよ。そんな見てないです。見てはないんですけど。見てんじゃん、今、違う。見てはないです。なんか、さっき、その顔色が、なんか赤いよって言われたから、照明を焚こうかなって思ったんですけど、うんうん、照明がないから、うん、ちょっとテレビをつけてみたんですけど。なんでって、見るなって。オールスター、見るなよ。今、すごく面白いところで。集中してください。やるなら集中してやってくださいよ。もちろんですよ、本当に。お願いしますよ。酒井さんこそですよ。なんですか？酒井さんこそさ、いつもライブになったらさ、私以外のメンバーが来てくれるんじゃないかっていうさ、ワクワクで、なんか胸いっぱいにされてますけど、うん、私じゃご不満でしょうか？こうやってさ、ゆみきちゃんの近くに他のメンバーが入れる状況ってなかなかないじゃんか。ないですけど。たまにはさ、呼んでもいいんじゃないって、チラッと、わーとかってさ、来てさ、ゲリラ的に来て、なんとかでしただけで はけてってもいいじゃん。いや、私もそれやりたいんですよ。うん。でもね、どっかからはやっぱり、ねえ、ダメだダメだっていうお声をいただくんですよ。だよ、その、もう、規制ばっかりよ、運営は何やってんだよ。こういうのが楽しいんじゃないの、だって。でもさ、でも、なんか、酒井さんのことを満足できない女なんだなっていう、なんか、今日やっぱちょっとむくんでるから私。違う、そういうこと別に言ってないって。いつもゆみきちゃんで満足してるけど、正直酒井さんのタイプの顔ではないですし、お前俺の何知ってんだよ。キューティー系でしょ、酒井さんの付けの。キューティーキャピシャピでしょ知ってるんですよ。お前なんで知ってんの知ってるんですよ。知ってんのよ、それ。もう。キューティーキャピキャピ系が好きだっていう。だってもう、それもう私が好きなんで、酒井さんのこと。だからよく知ってるんですよ。だからいつもね、ああ、私じゃ不甲斐ないなって思ったりするんですよ。いや、そんなことは思ってないって。
ゆみきちゃんでも満足だけど、なこういう、例えば今ほら、そこにはいろんなメンバーがいたりするかもしれないから、そういうのもいいのかなって。聞いてる人は楽しいじゃん。私も、あの、田村の真由蔵っていう女が、いるんですけど。来いよ、真由蔵。本当に一緒にやりたいんですよ。うん。でもね、じゃ、くれないのかな？で、チラチラ見んなよ、テレビ。テレビ見てんのか、マネージャーチラチラ見てんのか分かんないな。今のは、マネージャーさんを反射で 見ようとしてました。難しいのか。いや、なんか、ま、2時間あるから、もしかしたらどっかで、とか、ない。マネージャーさんが、うん、運と言えば。もしかしたら。そうですね。期待値がその、ツイッターとかで高かったら、うん、もしかしたら、ね、トレンドドーンとか上がったらやばいよ。もう出さなきゃいけない。そんなトレンドあります？え？いや、あると思うよ。真由蔵が来るってなるよ。来てくれってす。そういえば、真由蔵もうすぐ写真集出すんですよ。それ言っていいの？大丈夫？あ、大丈夫です。発表されてますから。すげえ。だから、そのプロモーションを兼ねてね。いや、そうだ、真由蔵にとってもさ、ウィンウィンじゃん。そうですよね。マネージャーさんマジでお願いしますよ、じゃあ。別にそんなしがらみみたいないでしょ、さすがに同じメンバー。もう全部ダメだよ。飲み物、長細いもの。なんか、いろいろ、で、メンバーもダメって言ったらもう無理よ。まあでも、まあまあまあ、でも、メンバーまた遊びに来てくれる機会があるかもしれないので。うん。ね？まあ1ヶ月、2ヶ月以内にはね、来てくれるかもしれないので。かもしれないのね。そうです。そっか。まあちょっと期待しながら。まあいつも通りでもいいですし、うん、別に。そうですね。ね、うん。ちょっとメールもね、まだ来てます。ラジオネーム、はい、ニセ丸富士。ゆみきさん、火曜日のタイムちゃんの薬房さんの代打お疲れ様でした。ありがとうございます。お相手もこれまた代打のマシンガンズさん。代打同士で一時はどうなるかと思いましたが、番組後半には弓木さんに、ブバイ河原に本社がある会社の社長というキャラがつき、大いに盛り上がりました。これから弓木さん社長と呼ばせていただきますって。ねえ、ありがとうございます。いやいや、この間、マシンガンズさんと一緒にラジオさせてもらったんですけど、うん、お会いするのも初めてで、うん、お互い前情報も一切なしで、うん、本番のギリギリまで会話も一切なしで、うんねえ、本当に、VIP ゲストみたいな感じで合わせないように、みんな。え、そういうことだったんですか？いや、全然違うんですけど。別にでしょ？これ別、佐々木さんがだって宅にいたんだから知ってるよ。なんですけど、もう本当に、うん、じゃあ、本番まで一言目喋らずに行きましょうか、みたいな感じで、うん、もう本当合わないで、行ったんですよ、うんうん。で、私も話噛み合うのかなって思ってたんですけど、うん、本当にみんな、あの、お二人、あの、芸人さんだからこそ、うんめちゃくちゃ面白くて、テンポもいいし、なんか途中で、なんか初めは、あの、アルピーさんってすごいなって言っていらっしゃったんですけど、うん、アルピーさんはこうやってますよっていう、なんかリスナーさんのメールをいただいたりとか、なんか、そういうので、どんどんなんか、うまく成り立っていきましたね、うん、でも。なんなのブバイガーラの社長って。なんだっけなんか3人でまたやりたいね、みたいな何か。うんで、なんか、乃木坂辞めて、うん、もう僕たちも太田プロ辞めて、うん、なんか、三人でやろう、みたいな感じになったんですよ。うん、で、どこに本社構えるってなって、うん、でも、都心すぎても嫌だよねってなったから、うんうん、ブバイ河原誰がやったの誰だっけ弓木さん西勝利さんかな西勝利さんが多分言って、うん、で、みんなでいいねって言って、うん、私が社長になりました、それで。すごいね。え、どんな、会社にすんの？それ知らないけど。三日月コーポレーションっていう。三日月コーポレーション、うん、うん。なんか名前なんですけど。何言うの？そこ、コーポレーション。そこはまだ決まってないんですよ。一番大事なところ。組んでから、組んでから決めようね、みたいな。うん。言ってましたね。へぇ、うん、で、盛り上がったんだ。なんかでも反響がすごいもん、なんか。あ、そうです。なんかトレンド入りとかもしていただいたみたいで。うんうんうん。すごかったですね。へぇ褒められました。え褒められました。誰にマネージャーさんとか、周囲の人からめっちゃ褒められました。いつもは？いつもの沈黙の金曜日は。あ、でもほんと沈黙の金曜日来たいっていうマネージャーさんめっちゃ多いんですよ。なんだよ。
賃金来たいんだよねって言ってくれるマネージャーさんが多くて、面白いからって。私、アルピーさんが好きらしいですよ、みんな。はい、絶対今の後付け。いや、ほんと誰だよ、じゃあ。女性マネージャーさんですよ、しかも。たまに来る人いるじゃん、女性マネージャーだってさ、はい、何人か。うん。うん。いつもあの、ほら、ちょっとずんぐりむっくりの男の子じゃん。今そこにいるやつ。いや、もうですね。ずーっと賃金当てられてんじゃん、そう、あいつが。違う。他行きたいよ、あいつだって。え、M ステだってあいつ行きたいだろう。いや、このマネージャーさん、本当に大変で忙しくて、うん、深夜の3時ぐらいまでいつもね、お仕事してるぐらい忙しいんですよ。そうだと思うけど、うん、でも金曜日は M ステだってあるし、なんだってあんのにさ、あれ。なんで、賃金、あ、でもリモートだからですかね、今。いやいやいや、口、代々木でゆみきちゃんが来る時だって、あいつばっかじゃんか。え、確かになんで来るんですか？なんで来るんですか？何で来てくれるんですか？普通に仕事だけ来てくれてるみたいですよ。そっか。そうです。そんななんか、挙手制とかじゃないです。皆さん割り振られてるから多分来てくれるんですけど。なるほどな。でも来たいなって言ってくれてます。すごいわ。一旦タイトルコールいきますか？はい。アルコ&ピースと、ゆみきなおの、沈黙の金曜日。Ladies and gentlemen, welcome to this program. It's showtime. 改めましてアルコ&ピースの坂井健太です。乃木坂46の井見希奈緒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。7月21日、もうだから夏休み初日の方も多いんじゃないでしょうか。世間。え、今日から。今日からの人が割と関東。またでも北海道とかだと違いますもんね。うん。関東は大体。中途半端ですね。そうだね、中途半端だね。うん。切り良くないし。いいね。だから夏休み初日で、みんな学生も沖縄に今、もう乃木坂のライブのために行ってるっていう子もいるだろうな。どうなんですかね。うん。沖縄初めて上陸してみたんですけど。え、ゆみちゃん沖縄初めてなの？初めてです。あら、そうなんだ。上空からやってまいりました。すごいね、よかった。はい、飛行機も乗りました。空路でよかったわ、それは。なんか、あの、初めて、うん、っていうか久しぶりに、うん、去年飛行機乗った時に、うん、結構離陸の瞬間って、うん、ものすごい重荷をかけられるなっていう印象があったんですよ、うん、なんか自分が抵抗できないぐらいなんか後ろに下げられるっていうか、わかりますか？圧がと、G がと、はい、あ、がすごいんですよ、うんうんうん、って思ったんですけど、うん、沖縄離陸する時、うん、全然そんなことなくて。いや、それ別に沖縄が気圧がとかってないと思うけど。あ、ないんだ。パイロットの方が上手だったら、ほら、風が強かったりとかでさ、エンジンの、こう、あれがあんじゃないの？なんか、出し締めは知らないけど。全然違って、私ワクワクしてたんですよ、うん。どんな体勢で待ち構えてやろうかっていう、うん、なんか一人で頑張ってるの楽しみにしてたんですけど、うん、持ち帰る暇もなく、うん、もう終わりました。重力タイム2時間、3時間ぐらいか。2時間半、2時間半ですね。うーん、よかったね。ラジオネームジャケパンダ、ユミキ、俺はお前で十分満足だぞ。だってでもジャケパンダさんって梅沢さん推しなんですよね。詳しいな。そうなの？こいつ最悪じゃん。いや、前あのメール来てました。よく覚えてんね。覚えてます。ああ、多分梅沢みなみが来るかもしんなかったのに、ね、こいつ。ああ、そうですね、うん、確かに梅沢さん来たらもうビッグサプライズすぎません。だってビッグサプライズ本当に。うん、でもよくしてくださってる先輩で、あ、聞いてください。ん、そう言いたかったんですよ、ね、あの、うん、広島公演で、お、広島公演が先週、はい、先週、うん。うん、あったんですけど、うん、そこで MC をさせていただいたんですよ。はい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 、広島代表として。はいはい、で、広島代表じゃないけどね。関西、山陰地区代表みたいなことでしょ。はい、うんうん、代表でさせてもらったんですけど、うんうんうん、その後、梅沢さんに褒められたんですよ。なんで？梅沢さんってあんま褒めないよ。いや、ま、優しいんですけど、うん、なんか、直接、そんななんか、え、もっと自信持っていいよみたいな、うん、どうしてそんな自信ないのみたいな。モチベーターなんだ結構。
そうです、うん、もうめちゃくちゃ良かったよみたいな、うん、もう弓木にしかできない MC だったし、すっごい私大好きだったしみたいな感じでめっちゃくちゃ褒めてくれて、すごい、もうそれが嬉しすぎて早く坂さんに言おうと思って。いいな、俺も褒めてほしいな。ダメです、南に。ダメ。なんで？じゃあ、そうだ、好きなんですよね、坂井さん、梅沢さん。え、梅沢さんが好きなんですよ、ね、梅沢さんも推してる。じゃあ、あはい、木の島さんだけだったんじゃないんですか。一回曲いきます。許せない。乃木坂46でシンクロニシティ。はい、今夜のゲストは野田恵美さん登場です、うん、よろしくお願いします、はい、お願いします。ラジオネーム徳川家なし。広島公演の弓木さんの MC が本当に素晴らしかったとツイッターやネットで大絶賛の嵐でした。自分も会場で聞いてみたかったです。 しかも今日も、うん、マネージャーさんから、今日沖縄公演来てないマネージャーさんから連絡来て、うん、なんか広島公園に来てたあの、うん、方がすごい褒めてたよって、うん、で弓木らしくのびのびこれからもやっていってねって言ってくれたんですよ。すんげえ周りにいい人ばっかりいるね。そうなんです、本当に優しいみんな。いい、うん、ラジオネーム笑おファラオ。広島公園現地で見たけど今年一番笑ったし、ファインプレーの連続でした。これガチ。え、嬉しい。すげえな、超褒められてんじゃん。ラジオね、魔法の言葉はうんばう。僕はどちらかというと梅沢さんに褒められるよりも罵られたいです。なんで？嫌でしょ。嫌でしょ、普通に考えて。嫌でしょ。嫌じゃん。人は誰しも叱られるの嫌じゃないですか。いや、たまにはそういうのもいいんだよ。酒井さんもですか？金毛とか言われるのもいいんじゃない？え、酒井さんも？え？坂井さんも言ってみて。言われたい。金もって言ってみて。絶対嫌です。思ってないもん。え、じゃあ俺にじゃなくてそのリスナーに。リスナー。思ってないけどな。でも中には金も見ごりとかだと、あ、こんにちは、ありがとうございますって心の中では思うことはないの。私本当にないです。本当。もうびっくりするぐらいない。すごいな、なんか、じゃ全部弓木ちゃんマジで広島のやつめちゃくちゃ褒めてるよみんな。嬉しい。めっちゃ緊張してて本当になんか、うん、あの早くなんか よくなくても悪くても、あの坂井さんとかひろこさんと共有したいなってずっと思ってて、うんうんうん、で緊張する出来事だったし、いつもなんか緊張する出来事とか、うん、なんか大きなお仕事あるんですっていう時、二、うん、人に相談するじゃないですか、うんうんうん、でも今までちょっとやっぱリモートで会えなくて大阪の前も会えなかったじゃないですか、うんうんうん、だから早く会いたいなって思ってました。やばくないですかそんなあはははじゃない本当に本当にいや本当なのそれ。本当です。だから、今日言えてよかったです。好きだね本当に RP さんのことを、うん、だから今日とかも本当に、あ、絶対言われるんだろうな他のメンバー連れてこいってって思って、うん、でも始まる前私に向かって手振ったりとか、うん、なんかどんな感じって話しかけてくれたりしたじゃないですか、うんうん、でめっちゃ嬉しくて、うん、よしこの調子だ坂井さんこの調子だぞって思ってて絶対に他のメンバーの話なんてするなよって思ってたのにマジで秒で他のメンバー来るのって言われて、うわやったわこの人って思ったあ、でもほらラジオの殿下の冒頭、僕は弓木さんにシャシャナザコって言われたいです。何シャシャナザコ何ですかそれ。あ、でもいっぱいほらいろんなこのなんていうの好き者たちもいるんだやっぱり。ラジオのカンパチ太郎、僕は梅沢さんに腹パンされながら使えねえな言われたいです。え、お腹痛いですよ絶対。え、お腹痛いけど。お腹痛いよ。いや、アイスさん、俺、いや、ちょっと今手のひらがちょっと血出ちゃったのよ。え、なんで？いや、別に、でカットバンドエイドありますかって言ったら、すんげえ大量に今持ってきたわ。心配しよう。こんないらないのよ。なんで？しかも、かわいい。アイスさん、大丈夫です。あ、1個あればマジで大丈夫です。大判な。
サイズの。大判のサイズの。大判振る舞い。出ました。愛想さん。愛想さん、大判振る舞い。大判振る舞いだ。ラジオネーム、土佐犬人間。僕は弓木さんに罵られたいので、黙れカスと言ってほしいです、だって。難しいですね。そういう役やったことないんですよ。これからあるかもしれない、マジで。できるかな、うん、見本見せてほしいです。黙れ、カス。あ、そういうトーンか。ちょっと、冷徹な感じじゃないの、どっちかっつって。冷徹か、わかりました。いきますよ。うん。黙れ、カス。ゾク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 今のでします絶対しないですよ。してるどうしよう。いるのよ。タクシー乗ってる方とか今、聞いてたら、うるってなっちゃうよ。ほら、今、帰省で家族で聞いてる山梨県のお前、中央道走ってる人たちっているんだ。亀裂入りますって、家族に。ああ、すいません。すいません。ああ、でも、ラジオネーム、ナオトイモケンピライミ。自分は松尾さんにめちゃくちゃ足を削られたいです。なんで松尾なんでえなんで松尾もそうじゃない。なんで松尾ですか。松尾だけめっちゃ厳しいじゃん松尾だけいや同期なんでラジオネーム素直なおなす。僕も罵られたいので働け豚って言われたいですよって。なんだ、どのトーンですか。働け豚。ちょっと強めかな。そんなファニー？そんなファニーですか？強めじゃない？ちょっと笑っちゃってもいいかもな。わかりました。むずっ。いきますよ。うん、働け、豚。ちょっとむずくないですか？いや、ちょっと、豚は嫌じゃないですか。嫌だけど、でもほら、こういうの言ってほしいっていうか、言ってほしい人もいるんだよ、ちょっと。まあ、豚可愛いけどな。可愛いよね、豚ね。うん。豚は可愛いですよ、ピックだもん。あ、すごい。ラジオネーム、春は、でも僕はなんてもの。僕は梅沢さんに、じゃあ何ができんのって言われながら、沈められたいですって。いやいや、ハードすぎません梅沢さん、絶対そんなことしないと思うけどな。でも梅沢さんってほらやっぱお姉さん的なさイメージあるじゃん。まあお姉さんではありますね。だからそういうお姉さん系が好きな人からしたらやっぱそういう風に扱われたかったですね。でも今回あのライブで梅沢さんなんと、ちょっとそういう系の姿を見られると思います、お姉さん系。はい。あら、だから結構必見だと思います、そういう罵られたい系。楽しみだなそれ。うん。酒井さんは結局見に来てくださるんでしたっけ。神宮。あ、8月だっけ。はい、8月の23日だっけ、なんかその辺だったよね。はい全然違う。8月の25からです。25だ、ニアピンでしたね。もうそいつのマネージャーも全然知らねえじゃんおい、ごめんなさい、私たち曜日感覚で生きてないんです。本当に毎日必死なんですよすいません。さっきの弓木ちゃんの働け豚とかのリアクション来てますよ。ラジオネームミートカーソル広め。ああこれこれいやいないでしょ現実に。ゾクゾクしとるわ。います？いるんだって。じゃあ待ってください。酒井さん、奥様からそう言われたら嬉しい気持ちになりますか？働け豚って？うん。でも俺あんまりそういうのあれかもな。どっちかっつったら。ああ、私もです。私も嫌です。あ、そう。うん、言いたい。言いたいか言われたいかどっちかだったら。そしたら言う方が楽かもしれないですね。いや、だって言われるのはダメージやばくないですか。何ですか。弓木そっちなんだってなってるよ今。嘘、やだな、ちょっと純粋なんだけどな。純粋女って言うとしちゃった。いやいやいや、純粋女性。ラジオネームシュンシュンシュンタの大冒険。
ゆみきさん、早く痩せろこのセイウチ。ってさ、でもうなんでみんな太ってんの。こんなこと言えない。豚とかセイウチとかさ。でもセイウチって脂肪じゃなくないですか。脂肪だよセイウチは。そうなんですか。冷たい海とか寒いところでいい、もう生きていけるためにセイウチだよあれは。じゃあめっちゃいいことじゃないですか。めっちゃいいこと。うん。セイウチって呼ばれたら万歳しないと。うん。やっぱり、ね、ゆみきちゃんが言ったら万歳するよ。しないんですよ。早く痩せろこのセイウチっつって万歳してくれるよ全裸で。本当に？いやすると思うよ。いやいやせめて急所を隠してくださいよ。いやなんかそんな言い方しちゃいけないけど。なんかね、これだけ言ってくんねえかなマジで。早く痩せろこのセイウチだけ。え、ほん、自分の感覚、うん、これ別に大丈夫だって言ってほしいから言ってんだもん。じゃあいきますよ。早く痩せろこのセイウチ。怒られちゃう。怒られないって。だってそう言ってくださいって言ってんだから本人が。いやセイウチから怒られますって。ラジオネーム三平。何怖。僕は愛想さんに、お前どこで髪切ってんの、ワックスって知ってると言われたいです。愛想さんに。なんで。面白すぎる。え、でも言われたいかもしんないですね。なんで。確かに。お前どこで髪切ってんの、ワックスって知ってるって言われたいかもしんない。ワックス知らねえと思われてんだよ。だってアイソさんにですよね。アイソさんもワックス知ってます。待って、それは良くないな。いや、アイソさん言ってくれるかな。え、アイソさんってそういうこと言う人なんですか。アイソさん言うよ、言ってくれるよ。え、正直アイソさん、すげえアイソさんに興味持ってんじゃん。え、めっちゃ、私アイソさんめちゃくちゃ好きです。もう、いや、わかるよ、アイソ優しいしな。優しいし、うん、アイソさんって裏ではどういう人なんだろう。あ、確かに謎だよな、うん、謎ですと言われたい方だと俺思うけどね。アイソさんは言う方じゃないでしょ多分。え、でも正直私はそう。マイルドに許してくれそう。そうだね、何でもね、うん、何でも許してくれそう。すげえ優しいもんなアイソさん、うん、ラジオネーム日本海のハタハタ。僕は梅沢さんに、は？何度言ったらわかんだよ。脳におがくずでも詰まってんの？と申し上げたいです。こんなもん強すぎるよ、言葉がさ。こんなんこのご時世聞いたことないですよ。だよ、そんなこと言ったら。ねえ。これね、梅沢さん言ってくれないもんな、多分。うん。謙虚だもん。来ないかな、これ聞いてるやついないの、たまにはメンバーの人、この。なんかで出たいって言ってくれてたって、なんか前メール来てたよ。チンキンに出たいって言ってくれてた子がいたんすよね。え、何かで、なんかの媒体で確かね、ありましたよね媒体。え、そいつ来ないの、誰だっけ。誰ですか。誰か、え、全然知らないんですけど、誰だよもうあれ。今マネージャーさんカンペ書いてます、誰かを。あ、本当、うん、誰、うん、ですか。あ、誰誰。セイミヤと松尾ですかね。おお、あ、待って、セイミヤ良くないですか。来んの、セイミヤ。レイちゃん、うん、レイちゃん、あ、TFM のラジオで言ってくれたみたいで。あ、そうなんだ。はい、レイちゃん私仲良しで、うん、お家遊びに行ったり遊びに来たりする仲なんですけど、だからお互い多分あの分かり合いっこしながらね。今聞いてたらわーとかって来ない、急にこの画面のこっちから。え、来てほしいな。レイちゃん、さっきさ、ゆみきちゃん入り口の方見てなんか手振ったりしてたじゃん、あれメンバーだったの。違います、それはマネージャーさんです。女性マネージャ ー、 あー、めっちゃ可愛らしい。うん、もう女性マネージャーでもいいか、そしたら。ダメですよ。絶対怒られちゃう、上の人から。そういうのもちょっと気
期待もしちゃいますけど、やっぱり。いいなぁ、してみよう。ラジオネーム、江戸。あれ、チンキンってこんな感じだっけ？どういう感じですか？ラジオネーム、素直なおなす。ラジオで松尾ちゃんが、怖いけど来たいって言ってましたって。ふぅ。何？うわ、言いたくない。何？言ってよ。嫌です。え、マネージャーさん、今の見して、赤い紙書いたやつ。俺言わないから。言っていいことと悪いこと分かるから。なんで言わないの？言いたくない。なんて書いてあんの、そんな。絶対言わないでください。言わないよ、分かった。え、しかも、私、酒井さんにも見せたくないもん。なんで？酒井さん、見えない。おさんが、アルビーさんが、あのマネージャー、G。汚すぎるだこれ、なんだこれ、アラビア文字みたいになってる。やば、エモすぎ。曲行こうよ、みきちゃん。え、行きますか。では続いての曲はジッタリンジンさんで夏祭り。アメリカの宝くじパワーボールで10億ドル、約1400億円の当たりくじが出たそうです。ねえ、ん？へえ、ということで次の話題いきますね。ああ、はよ。すごすぎないですか？1400億円だよ。え、これ一人でですよね。一人でですよ、もちろん。でも生涯使い切れませんよ。無理。こんなの。無理。まあでも心優しい人に当たれば嬉しいですね。まあでもさ、こういうの大体アンビリーバボーとか見てるとさ、人生堕落してなんか終わるケース多すぎない？でも400億円もさ持ったら、やっぱり変わっちゃうのかな、人って。でも堕落はしませんよ、そんな。1400パワーボール買って1400億円当たったらさ、乃木坂どうする？海外公演したいなって思いますけどね。嬉しいね。やめるって言わなくてよかったわ。あ、そういうこと？考えてないね。じゃあ、その微塵も。私あんま考えてないですね、やめること。うわ、かっこよ。だってまだ叶えたい夢はたくさんあるんだもの。お金じゃ買えねえし。主人公。どうしようか、やめよっかなってなるよ、絶対。1400億円。いやマジで、ひ孫以上、ひ孫よりもっと先まで、もう一族一、何章暮らせるか分かんないよ、まあ、確かにそれはそうですよね。うん、でもどうするんだろう、本当にそんな家とか買うんじゃない、まず車とかさ。ああ、うん、てかこれ誰から出るんですか、宝くじって。だから、会社。いや、そうよ、あるんだって、そういうのよくあるじゃん、これ。じゃあ誰かが当たって喜んでる時に会社は泣いてるってことですか？もう泣いてるよ。でもその分買った人がいるから、それでも1400億円ってすごくないですか？やっぱ全米の人がみんな買うんだよね、きっと。あ、そっか、やっぱ違いますもんね、地方によって。何が？え、買うか買わないか。どういうこと？今流してくださいよ、今なんか相づちぐらいのグルーブかましてたんですから。せっかく二人なのに。いや、すごいわ、これはちょっとびっくりですよ、本当に。うん、ラジオネーム、タツノオトシゴ。1400億円あったら大谷翔平を二人12年間雇うことができるのか。いや、大谷ってすげえなって。確かに大谷翔平さん、それくらいの価値あるだな。でも大谷翔平さんって頑張り屋さんだから、あんま言わない方がいいと思うよ、大谷翔平さん頑張り屋さんって。え、言わない方がいいんですか？ポジドキュメンタリーとかで頑張り屋さんですよっていう感じ出てるじゃないですか。頑張り屋さんっていうかな。まあまあ、努力もめちゃくちゃしてるだろうし、もちろん、そう、並大抵の頑張り屋さんじゃないくらい。いや、もう頑張り屋さんって言葉が安っぽすぎて、大谷翔平さんには当てはまんないですよ。なんて言うんだろう、権力者っていうんですか、頑丈な男っていうんですか、なんて言うんだろう、謙虚。初めて会ったわ。
初めて正解だけど、謙虚ではめちゃくちゃ。謙虚？あんなにスーパースターなのに偉そうぶらないもんな。うん、確かに、お茶目な一面もあるし、みんなに幅広く振る舞いてるっていう。うん、いや、ほんとそう。うん。あんな完璧なヒューマンいないなって。ヒューマンいないよな、あんなヒューマン。ないですよね。宇宙人、なに？いいな、私をそんな人になりたかったな。大谷翔平さんみたいに？だって大谷翔平さんって名前からしてもなんかもうキラキラネームじゃないですか。割と結構翔平って結構多いんじゃない？いや、なんて言うんだろう、オーラがすごいじゃないですか、名前からして。言いたくなるじゃないですか、翔平翔平って。そうか、大谷か、大谷って言いたくなるじゃないですか。そうかな、あんま呼び捨てとかね。いや、やばいな、全然なんか、やばいよ、全然噛み合ってないよ。やばいっすね、なんでだろう、さっきまでいい感じだったんだけどな。ラジオネーム、カンパチ太郎、1400億円あれば仕事辞めます。そして嫌いな上司の顔面を札束でビンタしたいと思います。それはやめた方がいいです。なんかそれだったら京都府、京都市に、うん、縁切り神社っていうところがあるんで、うん、悪い縁を切ってくれるので、ぜひ行かれてみてはどうでしょうか。そんなのあんの？あります。しかもちゃんとした手順踏まないといけないんですよ。例えば、ここの道歩いてきて、うん、こっから入って、でこっから出ていくっていうちゃんとした手順があるんですよ。なんでそこはちゃんと調べてルート、行かないと聞かないです。なるほど。じゃあこいつそれ行った方がいいってことだな、うん、本当に。なんだろう、悪い縁で苦しんでるんだったらいい縁を見つけるためにも行った方がいいかなって。なるほどね、新たな出会いを見つけるためにも切った方がいい。そうです。行ったことある？あ、あります。誰来たの？今野さん？違うよ、今野さんは繋がってますよ。だけど誰なんだろう、なんかもうとりあえずお姉ちゃん来たの？私のお姉ちゃんが、うん、体調崩した時に、うんうん、ああそういうのもあんだ。はい、手術成功しますようにっていうので悪い縁を断ち切るっていう。へえ。ので一緒に行きました、私も、うん、お願いで。へえ、知らない。無事成功しましたよ。あ、よかったね。はい、お姉ちゃん、お姉ちゃん幸せです。そっか、あれ、お姉ちゃんも発達しまして。あれ、それって言ったっけ前。言ってないですよね。でもテレビで言ったんで。あ、そうなんだ。あ、お姉ちゃん、はい、よかったよな、新婚さん本当に。でな、うん、私たち の、うん、連絡網にめちゃくちゃいい写真が、え、どんな来まして、なんか、うん、おんぶしてるお姉ちゃんの旦那さんがお姉ちゃんのことをおんぶして、うん、浜辺、うん、あでおんぶして笑顔で二人とも、ウェディングフォトってやつ。そうです。どこで撮ったの？浜辺。どこの？わかんないです、そこまでは。厳密じゃないんで。え？厳密ではないんで。なんですけど、婚姻届け持って。いや、婚姻届け持って、市役所、うん、いかにも市役所じゃんっていうところで写真撮って、それをみんなに送ってくれたりとかして、私は動画で送りました。嬉しいね。おめでとうって。あ、めちゃくちゃ嬉しいです。なおちゃんが、おめでとうって言ってる動画送ったの。送りました。うーん、嬉しいです。田村真由も言ってくれました。なんて？おめでとうって一緒に動画で言ってくれました。うん、なんでそこ出てさ、真由像ここは出れないの？確かに、なんでよ、おかしいよな、本当に。いつか来てほしいですね、本当に。うん、チャンスがあったらあと1時間ぐらいの間にもしかしたら、うん、うん、ないっす、ないっぽい感じで言うなよ。いや、来てほしい。うん。ラジオネーム、頭の中の野菜畑。ゆみきさん、新婚のお姉ちゃんにご祝儀を渡しましたか？だって。まだです。だってそういうのってあれじゃないですか。結婚式に渡すんじゃないですか。まあ、そっか。兄弟ってどうなんだろう。私、そういう家庭分かってなくて、初めて行くんですよ、うん、結婚式も。うんうん、だから、正装？結婚式の正装も分かんないし。でも渡すな、普通。
あ、清掃、あ、まあまあ、ドレスでいいんじゃない？ドレスの色とかも分かってないし、うん、お食事とかも食べていいのか分かんないし。お食事ダメだね、親族。ダメなんだ。うん、え？ダメなんですか？1個下の妹？うん、私1個下です。1個下の人はご飯はダメだ、ね。ダメだ、ダメ？うん、え？お腹空いた。1個開けてもう末っ子とかの妹だったら確か大丈夫。1個下絶対ダメ。私お腹の音すっごーく、うん、鳴らしてダメだと思うよ、多分。確か奏でちゃう、奏でちゃダメだと思う、確か。ダメなんだ、うん、結構ソプラノかもしんないです私どっちかというとお腹の音うるさいかも。ラジオネーム三平、アイソさんのチェキ会はいつ開催されますか？またバックハグしてもらうことは可能でしょうか？そんなマシンガンズさんみたいに。マシンガンズ、なんでマシンガンズさんなの？やってるんですって、バックハグ。バックハグやってんの？はあ、やってるらしいですよ。二人でチェキ会。あ、そっか。滝沢さん人気あるからってことか。あ、そうです。今、池王子、うん、池王子写真。そうなんだ。実際どうだった弓木さん。あ、え、滝沢さん。めっちゃ池王子でした。あ、そう。本当に、なんか、写真写り、うん、なんか、写真写りよりも、うん、全然実物の方がよりかっこよかったです。すごい。だから、ザ・セカンドからそういう流れあるじゃんか。うん、ああ、やっぱそうなんだ。だけど、昔から知ってる我々からしたらちょっと意味わかんないですって感じだもんね。え、私。滝沢さん、イケオジってマジで思ったことなかった。そんな、ザ・セカンドからなんですか？ラビットからとかじゃなくて。ザ・セカンドから、あれ滝沢さんかっこいいって女の子たちがなってるの。見てみ、私トーナメント表しか見てないから。逆にそれだけでよくネタ見ないでいけたな。ネタ知らない、ハラハラ。ネタは知らないです。でもトーナメント表はがっつり見ました。高校野球の感じじゃん。試合内容知らないけどトーナメント表で、そう、がっつり見ました。あ、そう、うん、あ、ラジオネームハートの研究者。誰ハートの研究者って今度妹の結婚式でご祝儀10万出せと言われました。え、弓木さんお金貸してくださいだって。え、そ、え、待って、ご祝儀って普通おいくらぐらいなんだろう。兄弟だとそれくらい渡してもいいんじゃないかだって。ラジオネーム群馬のダム、兄が結婚した時に結婚祝いで5万、結婚式の時にご祝儀で7万積みました。半年で離婚したので全額返してもらいました。そんな制度もあるんだ。お祝いで一回渡すんだよ、普通にプライベートで。知らなかった。で、結式の時にもう一回包んで渡さなきゃいけないって。いや、夏休みになるかな、私が渡せるのは。もう夏休みあったら京都帰った時とかさ。そうですね。それプラス式でも渡さなきゃいけないんだよ。うわ、貯めとかなきゃ。やばいな。あるくせに。ねえ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 。僕行きます。はい、続いては鈴木恵美子さん×亀田誠二さんでフロントメモリー。さあ、生放送でお送りしております沈黙の金曜日、はい、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストは7月14日にニューデジタルシングル、はい、ロスタイムをリリースした野田恵美さんお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野田恵美です。お願いします。お願いします。来ていただきまして、よろしくお願いいたします。お願いします。野田恵美、うん。三重県松阪市出身。松阪牛でおなじみ。そうですね。あら、牛が美味しいところ。牛が美味しい。代表。そうなんですよ。全然でも食べれないですけどね。今わかりました。代表って意味は。代表ってどういう意味ですか？なんで代表？肉の？肉の代表？肉の代表？全体的に、全体的に代表って思っただけです。全体的に代表って、うん、はい。駅前には牛のいろんな、ありますよね、松田。なんか牛のなんかちっちゃい置物あります。そうなんだ。そうなんですよ。いいな。中学生の頃から作曲を始め、シンガーソングライターを志す、はい、中学生の頃から。そうですね、中学生の頃から書いてました、ね、誰の影響なんですかこれ。あの、もともと歌を3歳ぐらいから歌ってて、ずっと、で、それがおじいちゃんが演歌をあの趣味で歌ってて、で、その影響で私も演歌を歌い始めた。どの辺なんですか演歌って。演歌は坂本冬美さんの夜桜お七とか。いや
あんなふーそうそう、さくらこぶしがさくらってやつです。うまあんなふーふーてれっちっちってですね。野田さんの後はあ、それでそれとか歌ってましたね。はで、だけど小学校の頃に宇多田ヒカルさんとかの音楽に触れて、まあ、ポップスやりたいなと思って、うんうん、で中学生の時になんかちょっと曲作んないと人を聴いてくれないかもなと思い立って作り始めたっていうのがあります。うん、すごいね。それだけ好きでもなかなかね自分で作ってってなかなかならない。難しい。行動力もすごいですね。さあ、そして2020年のコロナ禍に手探りで J-POP、K-POP のカバー動画の投稿を始めたと。現在 YouTube 登録者数20万人います。総再生回数4500万回以上誇っております。長っ。乃木坂46、うん、IC、アコースティックカバーしております。センター4期生楽曲嬉しい。しております。素晴らしい。聞きました。 ありがとうございます。どうでした？めちゃくちゃもう全然私たちが歌うのとはもう全然違って、うん、なんかなのに同じ曲なのにこんな歌う人によって素敵な、なんだろう、顔が見られるっていうか側面が、IC の側面が見られるんだって驚きました。歌う人によってね。聞こえた。大好きです。 ありがとうございます。嬉しい。かっこいい曲なんですね。なんでこの曲を選んだ？IC。いや、これ、うん、この曲は、テレビかなんかでたまたま、うん、耳にして、うん、すんごいサウンドが、ちょっと90年代後半っぽいサウンドの、はいはい、曲で、あ、めちゃめちゃかっこいいな、この曲、うん、と思ってカバーしたいと思ったのがきっかけでしたね。嬉しいね。めちゃめちゃ聴いてますよ。嬉しい。他には J-POP とかだと何をカバーされてるんですか？もう本当に、なんだろう、昔の曲から、まだ真夏の果実とか今の季節だと。最高。とか、まあ最新曲まで、最新曲だと、まあ、例えば、ヒゲダンの、サブタイトルとか。本当に、年代も問わず、あと K-POP とかもカバーしたりしてます。K-POP って例えば。え、そっちまで。K-POP は、そうですね、最近あったニュージーンズとか。うわぁ、すげぇ。ルセラフィムとか、その辺はね、こう。はい、激しめなのに。ねえ。そうなんですね。でも、こう、やっぱり全然こう、アコースティックで普通はやらないような曲とかを、うん、なるほど。あえてアコギ一本とかでカバーするのがすごく楽しくてやってますね。ダンスとかしないの？ダンスとか。踊れないんですよ。うん、でもやっぱりリズム感はきっとあるんだろうね、でもね。うん、なんか体がついていかないんですよね。理解してても。あ、そう。なんかなぜ、なんか頭でわかるのに、うん、なんか体のね、思うように動かないなって。なんか歌うまい人とかさ、食い込んないやりながらもなんか、歌うじゃん。そうそう、すげえ、ね、うん、いや、ね、踊れる人はすごいなと思ってます。またですね、ワンマンライブも定期的に開催しております。圧倒的なパフォーマンス、そして歌唱力でたくさんの聴衆を魅了しております。ファンだけでなく多くの業界スタッフからも好評ということで。そりゃそうですよ。ファンのみならず業界からも大注目、野田恵美。さあ、ゆみきさん、アンケートいきますか。はい、はい、ではでは、うん、順序に従ってまいります。順序に従っていきましょう。はい、はい、じゃあ最近一番テンションが上がったことは何ですか？うん、何ですか？はい、先日友達と焼肉を食べに行った時に食べたシャトーブリアンが美味しかったっていう。何それ。シャトーブリアン、シャトーブリなんていい値段すんじゃないの？そうなんですよね。でしょ。もう最近はもう頑張ったご褒美に美味しいものを食べるっていうのをこう決めてて、一番いいですね。だからもうその時はもうお金のことは気にせず、使おうって言って、友達といつも見てるっていう。それ どの辺の焼肉屋さん行ったんですか？でもその時、牛五郎っていう、焼肉屋さん、美味しいところで。だからでも、シャドーブリアンって言っても、そんな大きな塊を食べたわけじゃなくて、本当に何切れとかのやつでやったので、はい。いい値段します。シャドーブリアンって。このね、このサイズでこの値段って思いながら。確かに。やっぱその値段の価値あるなと思いながら食べました。シャトーブリアン。食べたことある？シャトーブリアン。シャトーブリアンってどこら辺ですか？だから本当サーロインの、本当その中のまたごく一部の本当に取れないとこみたいな。うん。本当ちょっと、ね。サーロインの内部ですか？サーロインの内部の内部。
私サーロイン止まりでした。あ、めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいって。シャトーブリアン。あ、連れてもらえな。連れてもらいましょう。ね。酒井さんにいいですよ。いやいや、俺はもう全然。シャトーブリアンなんかもう。いいです。一緒に行き、連れてもらいましょうね。あ、行きましょうね。お願いします。なんで今日会ったばっかで、野田恵美と弓木と一緒に行くか、おかしいだろ、それ。仲良くなって。仲良くなって、この、これを機に。太っ腹。松坂牛とか食べ、松坂牛って食べるの、うん、全然普段食べれません。食べないんだ。食べないんだ。食べたのも大人になってから、三重にその仕事に行くようになって、その仕事ので関わってくれた人に食べさせてもらうみたいな。県の人に食べさせてもらいました。もうさ、松坂、駅の近くの案内所みたいに行ったら、もう松坂牛が食べられるとこね、マップになってて、ですよね、すっごい有名なとこがあって、1、2軒もなんか、ここは本当に予約者が入れないですみたいなのがあるんですよね。そうなんですよね。あの、和田金とか。わぁ、そう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 。行ったことあるの？和田金は、行ったことないと思うんですけど、でもなんか、和田金の、うん、その、私の一つ上の先、あの、中高の先輩で、うん、和田金の息子がいて、うん、その年の、子たちは、その和田金でいろんなか同窓会とかするらしいです。マジかよ。ほんととんでもないとこだから。そう。そんな。もうニックでもほんと東京とかに出てこないような、もうここでしか食べられないみたいな。食べたい。そうなんだ。なんです、私は行ったことない。いいな、和田金の息子。いいな。羨ましいですね。あら、いいですね。テンション上がったら美味しいもの食べるってのはいいことですね。はい。ではでは、うん、最近やってしまった失敗はありますか？うん、そうですね、うん、あの現場でいただいた、うん、その焼肉弁当を焼肉そう、あの持って帰ったんですけど、で、あの家で食べようとしたら、うん、思いっきりひっくり返って床にぶちまけて、なんでなんでなんでそんなことになるの？いや、なんかその時もう本当に疲れてて、もう最後の力を振り絞って、うん、あのレンジで温めようとした瞬間に、うん、あっってなった。しかもあのちょっと弁当のあのバランス、うん、重いところと軽いところのバランスが、おかずとご飯の部分とかでね、軽いとこ持っちゃったから、なんかあのあーってなっちゃったんですよね。悲しかった。一人でしょ、もちろん一人です。泣きたくなんないそれ。もうなんか泣きそうになりながらの切ない気持ちでそれを片付けて。うわー、絶対ギトギトな床ギトギトなるしね、うん、そうなんですよ、レンジに入れるとこだってまたそこも拭かなきゃいけなかったりするし、もう悲しかったですね。あら、それは悲しいわ。家でご飯食べる、自炊とかどうなんですか？自炊もするんですけど、もあんまり好きじゃないですね。自炊は？はっきり言います、ね、はっきり好きじゃないですね、あんまり。はい、でも仕方なく生きるためにはしますけど、たまにはしなきゃなとか。そう思いますけど。じゃあもうほぼ外食とかお弁当とか。そうですね、ま、あの外で済ませられるならそれがいいなとも思いつつ、かといって家が好きなので。あ、なるほど。もうどうしようもない時は買ってっていう。お酒とかどうしよう？お酒は全然飲まないんですよね。飲まないんだ。うん、あの別に飲めないこともないんですけど、あんまり飲まずに、家でずっとお茶とか飲んでます。健康。寂しい。お茶飲んで弁当ひっくり返して、ひっくり返してさ。あ、やっちゃったね、この失敗。確かに、ね、なるほど、はい、じゃ続いていきますか。ではでは、うん、アルコ&ピースさんにおすすめしたいものベスト3を教えてください、うん、はい、おすすめ最新韓国ドラマベスト3、うん、あ、いいね、うん、はい、第3位、はい、セレブリティっていう、あの、ネットフリのドラマなんですけど、これが、あの、SNS で人気の、こう、インフルエンサーたちの、はい、なんかちょっと、その、ドロドロした、側面を、こう、描いていくドラマなんですけど、まあ、なんか、こう、セレブたちが、こう、セレブの女の子たちが、こう、お互いを蹴落とし合っていく、すごくドロドロした様が、めちゃめちゃ見てて、うわーって思いながら盛り上がるっていう。女の子好きそうなやつだな、なんかそれ。そうなんですよ。すごいね、ずーっと苦しいんですけど、見てても。十何話とかあるんですけど、ずーっとしんどいまま見続けるっていうドラマです。そういうの好きなんだ。そうですね。韓国ドラマ結構好きで、韓国ドラマ大体ドロドロしてるんで、もう悪者がはっきりしてる。ああ、わかりやすいね。わかりやすい。だから、叩きのめされるところとかもスッキリする。はい、逆にね。そうなんですよ。はい。で、第2位のこのザ・グローリーってやつも、うん、
その高校時代に、あの、壮絶ないじめを受けていた主人公が大人になって、あの、そのいじめをしていた、あの、人たちに復讐をしていくっていう話で、これはもうずっとスカッとします。もっとやってる!と思いながら。見てます。それ描写結構激しい。あ、もうだいぶ激しいですね。やっぱそのいじめのシーンとか結構見てるのもきついなっていう。見れないなぁ。ゆみきちゃん見たことないの？私、そういう過激なシーン見れないんですよ。あ、そうなんだ。フィクションってか嘘って分かってても。嘘って分かってても、うん、いたたまれない気持ちになっちゃう。いや、すげえ、そうなんですよ。これ何話ぐらいのザ・グローブ？これも15話ぐらいだったかなぐらいで。はい。これも、ずーっと、あの、きついドラマですが、おすすめ。でもおすすめ。そう、スカッともしますか、うん、そういうの好きな人はね。はい。好きだから、うん。はい。で、あの、1位が、生まれ変わってもよろしくってやつで、うん、今やってるやつなんですよ。で、これは、あの、ずっと何度も、あの、生まれ変わると、あの、前世の記憶を持ったまま生まれ変わる主人公が、で、19回目の人生で、あの、18回目に出会った、初恋の人を、その19回目で探して、こう、結ばれていくっていう。出会えんの？はい、そうなんです。探していく。なんだそれ。そういう、はい、ドラマなんですけど、これは、もう全然、あの、そんな、きついシーンはそんななくて。キラキラしてるやつ。どちらかといえばキラキラ。でもちょっと切ないっていう、すごいキュンとするやつです。今やってます。三者三様だな。全然違うじゃん。全然違う。はい、なのですごい面白いので、ぜひ。それ好きなジャンルとかあるんですか？その映画。いや、でも、ホラー以外は結構見ますね。あ、そうなんだ。はい、いろいろ。そう、ラブストーリーも好きだし、そう、復讐ものも好きだし、っていうので。アニメも見るし。アニメも見ます、はい。アニメも見てるし、ドラマ、でもドラマがすごい好きだったので、あの、昔から、はい、たくさん見て、なんか、曲作るときとかもドラマのワンシーンとかで、あ、これいいな、とか思うと、この、その映像から膨らまして書いたりとかもするんですけど。あ、そうなんだ。すげえわ。すげえ見てるわ。したなるほど、素晴らしい。ちょっと見てみよう。お願いします、うん、ぜひ何か。もう一個ぐらい行こうよ、みしろ。では、はい、夏だなぁと感じる瞬間は？はい、先日あのスタバに行った時に、うん、あのギターを持っていて、その時、はい、で、あのギターを下ろしてで飲もうかなと思って下ろしたら、うん、ギターのギターケースの上にめちゃめちゃでかいセミが止まってて、うわーと思って、うん、でもね、スタバの店内で放つわけにもいかない。まあまあ、どうしようと思って。それどうすんの？もう静かにそのギターを持って、外まで行って、もう頑張って解き放ったんですけど。偉い。もうなんか、やっぱり儚い生き物だから、セミも。確かに。そのね、なんか荒いことしちゃいけないなと思って、なんか誰かがね、こう、来てくれたのかもしれないと思って、はい。なんて優しく解き放ちましたが、めっちゃ怖かったです。よかったね、スタバの中でビーとかってなんなくてさ。いや、マジで、あの、怖かったです。でもそこになんか当たり前のように止まってていや、そこ居場所じゃないですみたいな。え、だったのかな、スタバが。いや、それこそなんだろうな、19回目のさっき言ったみたいな感じで、うん、セミになって帰ってきたみたいな。あらあら、前世のもしかしたらね。そうです、前世でお世話になった方がセミになって、なんでセミになって、何したんですか。そうですよね、ちょっと儚いすぎますよね。なんかやったかな。じゃあちょっと曲いきましょうか。はい、曲紹介お願いいたします。はい、聞いてください。野田恵美でロスタイム。さあ、生放送でお送りしております沈黙の金曜日。改めまして今夜はゲストに野田恵美さんを迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここからは7月14日リリースされたニューデジタルシングルロスタイムについてお話を伺っていきます。はい、ロスタイム、どんな作品になりましたか？はい、この曲は、うん、あの、大切な人と、もうそばにいられなくなってしまった時に、何を思いどうしたいと思うのかっていうことをテーマに書いたんですけど、うん、もし今持っている全ての記憶を持って過去に戻ることができたとしたら、その大切な人の願いを全て叶えてあげたいという思いを込めて書いた楽曲です。これなんかからこう着想を得たみたいなものはあるんですか、うん、ロスタイム。そうですね、うん、これもでも最初はあのドラマを見てた時に、うん、その、うん、まあ、よく過去に戻ってやり直すみたいな、うん、あの、うん、設定のドラマが結構多いので、うんうん、特に韓国ドラマめっちゃあるんですけど、うん、なのでなんかそういう設定のものを
私も書いてみたいなと思ったのがきっかけで、うん、はい、書き始めました、うん、すごいね。そうなんですよ。時を戻す針をぐるぐると回してみるよ、うん、僕だけが覚えてる、僕だけが知っている、それだけでいいから。切ない、切なくて、リリカル。どこでこんな仕掛けんのよ、これ。いや、本当にそう。ね、うん、素敵な。泣かせる歌にしました。普段どこで書くんですか、こういう。もう、お家の中がもうやっぱり、もう一番良くて。もう基本的に、そう、家から出ないんですよ、普段。そうなんです。趣味とかないんだ。だからドラマを見ることとか、本当それが趣味で、あの外にほとんど出ないので、うん、人がいると書けないんで、家でこもってずっと書いて作曲してってやってます、うん。制作振り返ってみていかがですか？あのこの曲は、うん、あの4月に韓国にストリートライブをしに行ったんですけど、そうなんですよ。その時にその、まあ、ストリートライブをしつつ、あの韓国のプロデューサーの方とお会いする機会があって、うん、で、うん、この曲の土台みたいなのをそこで作って、うん、あのでその後ドラマのお話があったので、うん、あの詰めていって、うん、その海外のプロデューサーの方とあの制作するの初めてだったので、うん、やっぱ言葉も通じなくて、うんうん、通訳さん入れてこうコミュニケーション取らなきゃいけなかったんですけど、うん、意外とやっぱ言葉の壁があるから大変かなと思ってたんですけど、うん、やっぱり音楽なので本当に音だけで通じるみたいなのをこうすごい感じて、レコーディングとかもすごくいろんなことをあの言葉わからないながらもこうあの吸収しながらできてすごい面白かったです、ストリートライブでどこでやったんですか？ハンガンとか、うん、あとホンデとかカンナムとか、あ、カンナムの、その駅前とか、あのハンガンだともう本当に川の前のなんか広場みたいなところとかで、うん、ですごい韓国の方って本当にそういう芸術みたいなのに対してすごくこう前向きというかこう一緒に盛り上がってくれる方が多くて、で元々私を知ってくれてる方とかも来てくれてたんですけど、全然知らない人とかも、もう、ふぅーとかいろいろ一緒に盛り上がってくれて、なんかすごい面白かったです。あ、そう。K-POP だけじゃなく？だけじゃなく、やっぱ K-POP ももちろん盛り上がるんですけど、日本の曲とか歌うとすごい喜んでくれるんですよ。例えば何歌ったの？まあ、オリジナルも歌ったんですけど、やっぱり、宇多田ヒカルさんのファーストラブはめちゃめちゃみんな、すごい喜んでました。あ、そう。はい。すごいね。そうなんですよ。世界的に愛される曲なんですね。だからリハーサルでちょっと歌ってるだけですごいわらわら集まってくれるみたいな感じでしたね。素敵だね、なんかそういうのも。すごい面白かったですね。貴重な体験でした。これは、あ、ドラマの主題歌なんですか？はい、そうなんですよ。このドラマは、書き下ろしってわけじゃなくて、はい、で、もともとあった曲を、そのドラマの話があって、うん、あった時に、でも、まだいろんな曲を出してくださいって言われた時に、うん、もうこのロスタイムが絶対このドラマにハマるだろうって、もう確信したので出したら、うん、もうすごいドラマのスタッフの方とかも喜んでくださって、うん、で、まあ、もちろんドラマに合わせて、まあ、ブラッシュアップとかしていったんですけど、うんうん、本当に、全然違うところで生まれた作品なのに、こんなにマッチするんだな、みたいな運命的なものを感じた作品でしたね。ドラマ背景、奇妙なお隣様主題歌、はい、7月15日から放送されております。へえ。でも嬉しいですね、それね。はい。ぴったりって言われる。そう。で、ドラマ主題歌をこう初めて歌ったんですけど、うん、やっぱ本当に昔からドラマが好きだったのもあって、そのやっぱ主題歌を歌うっていうのが夢の一つでもあったので、もうそれが叶ったんだじゃあ。そうなんです。すごい嬉しかったですね。だから放送を見て、うん、自分の曲がその作中に流れてるっていうのがすごい感動的でした。初回もう終わった。単発のドラマだったんですよ、スペシャルドラマで。はい。嬉しい。はい。それは。今、見逃し配信とかもされてるんで、ぜひ。あ、そう、見れるんだから。見よう。見よう、これ。チェックしてください。そして、ジャケットの写真はどうですか？あ、でもデジタルか。はい、デジタルなんですけど、ジャケットは、なんか朝日で撮ろうっていう話になって、うん、だから深夜3時入りだったんですよ。おお、もうそれが結構、ね、眠かったのと、あとやっぱメイクしてる間にどんどん空が明るくなっていって、これどう大丈夫かなってみんなで言いながら、やばいやばいって言って、ね、時間勝負でやったんですけど、はい、すごい頑張っただけあったなっていう作品になりました。
サンジ入りは大変だよな。大変ですよ、本当に。昨日だよな。そうだよね。わけわかんなくなっちゃうもんな。はあ、時間かかるんですか、この。そうだよね。でも限られた時間だもんね。限られた時間だから、逆に一瞬で終わるというか、7時ぐらいで帰ってました。あ、そう。はい。すごいね。そして MV の仕上がり、ゆみきさん見ました？拝見しました。あ、あの、リリックビデオと、あの、ビジュアライザーを2個、うん、2本。ビジュアライザーもあるんだ。はい、2本出してるんですけど、うん、あの、ビジュアライザーの方が、あの、この曲の主人公の男の子の、あの、絵があって、うんうんうん、で、リリックビデオの方は、その相手の女の子が出てくる映像になってるんですけど、こう、両方の気持ちをこう、感じられるので、両方見ていただけたらなと思います。ビジュアライザーって何ですか？今まださっき渡してる感じ。ビジュアライズ、あの、絵の、あの、なんか絵の、絵がちょっと動いて、いる感じの、イラストの、MV、ちょっと今見てみよう。ビジュアライズ。わかりますね。それがビジュアライズ。いい。いい。ああ、いい。あら、横浜、川崎の可能性あるな。いやいや、どうだろう。うん。あれが見えるもん。みなとみらいのあのビルが。あ、これ、これですね。そうそうそう。あ、そう、います、ね。いい絵だな、これ。そうなんですよ。素敵なイラスト描いてもらって。うん。こう、だんだん夜になっていくんです、ね。これ、ワンシチュエーション？あ、そうです。で、マジで？どんどんこう、どれどれ、あ、ほんとだ。え、あの、すげえいい。そう。で、ちょっと、ちっちゃなこだわりなんですけど、あの、時計がこの、下の、真ん中の下の方なんですけど、あった、うん、この秒針は、逆向きに回ってるんです、時を戻すと。おっしゃれ。なんていきな。でも、暗くなってるってか、これそもそも夕焼けか朝日かってこと？そうなんですよね。こう、なんかちょっと、時空の、こう、違和感みたいなのを表せてて。うわぁ、すんげえいい。行ってみて、ここの世界観。あ、でも車とかちょっと動いてんな。そうなんです。車とか動いてるんですよね。で、ここの映像が変わったりとか、なんか、ビルの映像みたいな。超いいよ、この音ちゃん、ほんとだ。で、途中から猫が登場したりして。で、この猫はきっと彼女なのかもしれないな、みたいな。見れば見るほどですね、これは。見れば見るほどじゃん。ぜひ見てください。発見ができる。これ誰が？あの、これはあの、私が描いたわけじゃないんですけど、イラストレーターの、はい、谷浦さんって方に描いてる。人うまい。すごい素敵な。素敵、めっちゃ素敵。そうなんですよ。ね。これともう一つあるんだ。リリックビデオ。リリックビデオがあるんだ。リリックビデオはこう、なんかちょっと8ミリフィルムっぽい感じの、はい。エモーショナル。エモい。エモーショナル。エモーショナルな感じでした。彼女との思い出みたいな、儚い映像ですね。そうです。はいはいはい。あららららら。あらららららら。もうこの画質が、そう、なんか、切なくもあり、みたいな、なんかでも楽しい思い出みたいなのがすごい、なんだろう、その、私が主人公になってる、みたいな気持ちで見てました、私は。なんてことない、エスカレーターとかさ、なんか、猫じゃらしとかの絵が、なんてことないけど、二人のなんか思い出なのかな、と。日常のね。日常の感じとか。めちゃめちゃ泣けると思うので、あらららら。ちょっとこれ皆さんぜひご覧ください。2パターンだからあるっていうことですね。はい、そうです。ぜひ皆さん、しかもあの野田さんのセルフカバーの方もありますよね。そうなんです。あのアコギで、あの7時に終わっちゃったから、いろんなのやろうじゃないんですよ。アコギのパターンもあるの。はい、アコギで弾き語りしてるものもアップしてるので、ぜひこれも野田エミで検索すれば。はい、そうです。うん、はい。YouTube チャンネルってことですか？はい、そうです。YouTube チャンネルにアップされてるので、野田エミの。ぜひ皆さんチェックしてみてください。うん、ぜひお願いします。さあ、ということでいろいろとお話聞いてきましたが、そろそろお別れの時間でございます。今後の予定など聞かせてください。はい、まあ、今ちょっと発表できるのがないんですけど、うん、随一、逐一、
SNS に発表するので、ぜひインスタとか YouTube とかぜひフォローしてください、はい、お願いします。お願いします。あ、そっか、インスタグラムいろいろやってます。そして YouTube でぜひミュージックビデオ皆さんご覧ください。はい、ということで今日のゲスト野田恵美、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、聴いてください。野田恵美でこの恋の捨て方。疲れてます、大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、明日早い。まあまあそうですね、まあ、はい。あれ、一回、明日は、明日は、はい、一回で、1回か、一日と二日目があります。言わないですよ。あれ流れで。広島のやつは、もういいの、うん、あ、それが言っちゃいけないんだ。いや、うん。激アツ？サンファンタスティック三色版は？いや、わかんないですね。おい、あれは？なんで好きなんですか、ファンタスティック三色版。めっちゃ怖いじゃん、あの曲。まあまあ、そうですね。それは、有無を言わせません。有無言わさないんだ。ませんが、あれはシーグラは言わないか。まただまただよ、シーグラ。俺の瀬戸利シーグラ、シーグラ、ファンタスティック三色パン、ロマイカ、他の星からが最高。あー、言えない、はいはいはい、言えないけどってやつか。そうですね、こう、うん、え、早川セラの卒業セレモニーの内容だったら言っていいらしいんですけど。例えば何だったの？は、4期生楽曲をセラと一緒にやったりとか、あとセラが好きな楽曲、例えば何だったの？トラスの長さよりとか。おー、いいね。なんだっけ、ライドン？違います、それ。あ、ライドンなんだっけ。ライドンは違います。ライドン、ライドンか、あれ。ライドンは、ライドンは、嘘だろこいつ。ライドンは、あー、なんだっけな、ライドン、お前勘弁してよ、うん、ライドン、やるだろう多分。真夏の、夏のコミュニケーション全然字読めねえじゃん。まあ、ね、作ったように口説かれてでしょ。ほら、うわー、負けた負けた。だってすごく字が全然読めねえじゃん、マネージャーの字。だってもう、だってちょ見てほしい、ちょっと貸してください。太陽に口説かれてぐらいわかるだろう。見てください、これですよ、うん、あ、待って、これ逆だ、うん、一番下。いや、わ、怖っ、わかんなくないですか。いや、めっちゃ怖いな、それ全部。本当に全部文字怖いわ。何もわかんないんですよ。ディレクターになれないな。いや、それこそ、あれやってないの、サンファンタスティックとか。あと、スリーフォールドチョイス、かっこいい、スリーフォールドチョイスを、あの、沢田舞ちゃんと、柿原香ちゃんと、早川せいらちゃんでやったりはしました。それいいね。でも、三色パンはやってないですね。あ、やんないんだ。でも、全通はわかりませんよ、そりゃ。全通は、そうか、うん。真夏のフリー&イージー、太陽ノック、ガールズルール。なんでわかってるんですか？君の名は希望やるでしょ？で、絶対やる。やらねえわけねえ。ただ予想してるだけだから、俺。そうですね、予想や。うん、予想や。絶対やる、うん。一発目ノックの可能性あるね。うん、いくぞー沖縄ーてーてててるてててててじゃん。てーててる、はい。あ、あ、あ、ゲロ、ゲロ、ゲロ、あれ？坂井さん、安易です。はあ、あ、そう。そうです。もうその楽曲もやるかもしれませんが、やらないかもしれませんが、うん、意表をつきますね。行くぞ沖縄デリリ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 ちょっと好き、あ、好き、あ、好きよ。もう一発目からハウスぶちかますやつ。逆。あの、坂井さんの予想を大きく超えますね。そう。うん。マジかよ。でもまあ、わかんないですから。まあまあまあ、明日になればわかるか。うん。
もう期待していいってことだ。じゃあそうです、沖縄の皆さん、沖縄のあのアリーナはちょっと特殊なんですよ。え、あ、あ、ステージも、あ、なるほどなるほどなるほど、特殊ですし、うんうん、なんかお客さんとの距離もすごく近いので、うんうん、楽しみましょう。あら、じゃあなんかあんまよーとかなんないよね、急に最初一発目。あ、そうなる、かもしれない、知れないちょっとメールいきますよ。ラジオネーム、はい、三平、ゆみきさんに質問です。はい、乃木坂メンバーにアルピーの話をするとき、酒井さんのことをジグロのパリピって呼んでいますか？呼んでるわけないじゃないですか。まあ、最悪だな。でもめっちゃ正直なこと言うと、めっちゃ正直なこと言って、めっちゃ正直なこと言うと、うん、あんまりいい情報を与えないようにしてます。なんでだ。だから私の中で、それやめてよ。なんでそんなこと言うの？なんで？だって私の中で留めとかないと、なんか人気になっちゃったら困るから。いや、人気にさせてくれ。いや、他でも言うよ、ゆみきちゃん面白いっすよって言う、言うこと、うん、あるよ。ほんと？あるある。え、そう言われたらそっか。うん。え、お笑い芸人さんの中でもですか？お笑い芸人さんにも。絶対言わないじゃん。いや、マジでマジで。グリーンピースとかが最初にここ来た時とかも。どんな人ですか、うん、どうやってるんですか。いや、もう、ゆみきちゃんに任せていいと思うよ、みたいな感じだったの。マジっすか、言ってんのにさ、こんな、ジグロのパリピとかなんか。でそれは愛が足りませんわ。私に対する。え、俺がちょっとためらってもよかったはずなんですよ。え、どういうこと、ゆみきのことを勧めるのを、あ、俺だけのゆみきにしたいな。でも、なんかちょっと言わなきゃいけないかなみたいな葛藤があって欲しかったんです。あ、そっち、ベラ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 言っちゃったわけじゃないかそういうもの、どんな人ですかって聞かれてさ、いや、うん、よくわかんないなとかって言った方が、え、大丈夫ってなるよ。グリーンピース、いいけど、よくわかんないなじゃなくて、なんか、言う、言うみたいな。じゃあアルピーさんってどんな人ですか、どんな人なのって言われたらなんて言うの。私はまず、でも正直なおにしかわかんないかももうちょっと待ってお前独り占めしてんな本当に会ってみないとわかんないかもみたいなことは言ってます俺らにも女性ファンとかいるからな、お前お前らに男性ファンがいるようになんかテレビで見た感じは、うん、まあ、そういう印象でしょみたいな、うん、みんなが思ってるのは多分テレビで見た印象だと思うけど、うん、会ったら、うんうん、なんかまた違うかもみたいなもやもやっとしてるなそれは言ってますねちゃんと言ってほしいよ、それは。結婚式のやつ来たんですよ。ラジオネーム、真夏の扇風機。僕は二つ上の姉が29歳で結婚したのですが、結婚祝いで5万、結婚式のご祝儀で10万、うん、子供が生まれた時に出産祝いで3万出しました。月給15万円の僕にはなかなか痛い出費でした。いてぇ。すごいな。でも愛されてるんですね、それ。それぐらいお姉さんのことを。そうなの。あれ？ん？俺、ゆみきちゃんからお祝い言ってもらってるっけ？もらってます？え、事務所に渡してるみたいなさ。なんか言ってました、そっちまで。ちょっと届いてはいませんかね。いいんですけど、届いては。届いてなかったですか？はい。じゃあ、伝達ミスだな。え、ちょっと、もう二人目も、そうですね、誤解人なんで思いました。ニュースで見ました。なんで口から言ってくれないんだろう、なんで本人の口から言ってくれないんだろうってちょっと思いました。だから今言ってるじゃん、ニュースで知ること。その後言ったのこれ初めてなの本当ですか。そうだって会ってないじゃん、うん、あれが会ってない、うん、会いたかった。じゃあ何くれんの、何くれんの。うん、そういう時どうしたらいいんだろう、何やってたらいいんだろう。
あれ、器とかいらないですもんね。器？器。なんかさ、なんか、結婚式の引き出物っていうか。なんでお前の姉ちゃんのこれでもらった引き出物こっちに回ってくんだよ。そうですよね。なんて言うんだろう、あの、ね、もう、夫婦仲良くみたいな感じでお揃いのお茶碗とかプレゼントするじゃないですか、うん、それは結婚祝いでしょ。また出産祝いだとさ、また全然違うじゃん、うん、ベビー服とかどうですか。ベビー服とかね、中田香菜ちゃんベビー服もらったわ。もうね、ブリンブリンのギャルみたいなやつもらった。あ、じゃあ私もそれいいですか。いや、まず性別わかんないから。そっか、うん。むーちゃんのは。じゃあちょうだい、むーちゃんの。むーちゃんのめっちゃあげたくて、私今。あげたいのあるんですよ。え、嘘。本当に？マジで欲しい。うん。あ、じゃあマジで買ってきます。90とか100ぐらいのやつ。え、メモしときますね。90、100です、ね。90か100だな。多分。OK です。どんなやつ、どんなやつなの？ちなみに、私が幼少期に着たかったんですけど、やっぱなかなか買ってもらえなかったものを、どうにかして誰かにあげたかったんですけど、私の親戚割と物心ついちゃってるっていうか。親戚たちみんな物心ついてる、ね、みんなもう親戚たち物心つきすぎちゃって、うん、足でね、地に足つけちゃってるんで。ね、本当だ。寝返りとか喜びたいんで、私も。喜びました？え？寝返り喜びました？寝返りしたよって LINE 来たよ。もしかしてもうお立ちになりました？いや、むーちゃんなんかもうバリバリだぜ、普通に。テクテク歩いてるよ。待って、むーちゃんの足の運び見たいです。いやいや、むーちゃんなんか。どっちから足出すのかとか。やる気始め、そんな、いつも見る。あ、今日左かと。今日、ケンちゃん左だったよと。奥さんから来ないよ、LINE。やっぱあれなんですね。多分、ハマって出すタイプですね、奥様は。引きで出すんじゃなくて、うん、もう、今日は右です、今日は左ですっていうのを、うん、後から出すタイプですね、多分。二十歳ぐらいになってから。全日にちの左、右、左、右書いてあるの？はい。いや、嫌なんだよ。そういうタイプ。いや、なんでですか？そんなの。嬉しいじゃないですか。それでね、奥様の愛情を。うん。90、100ですね。ちょっとなんか頼むね、じゃあ、その、ね、どんなやつなの、ゆみちゃん、その服。聞いてない。なんだよ、その、なんか、地に足ついてる、わけわかんない話して。あの、なんて言うんだろうな、デニムの。あ、かわいいじゃん。スカートで、チェーンついてたり。チェーンついてんの。俺とチェーンついてるか。俺とチェーンいらないよ、お前んとこのボスじゃねえんだから。なんでですか、かわいいんですよ、それが。かわいいの？めっちゃかわいい。ほんと？うん。めっちゃかわ、それか、あ、もう持ってるかな、持ってるかな、ルームウェアの3点セット、奥様、旦那様、むーちゃん様、3点セット持ってますよね。持ってないな。持ってないですか？ 3 点セットないけど。じゃあ私それいいですか？え、4点セットでお前入ってくんの？ダメですか？なんで？なんで？ 4 点セットあんま聞いたことないでしょ。大人さん子供1ってあんまないでしょ。ないかな。ないだろう。私も思いよくば感じたいファミリー層。いや、たぶん K って書いてあるの、でっかく。で、みゆの M、むーの M、うん、なおの N、いる N、いらないって。いらない。ダメですか？でっけえフロントのプリントのやつ。うん、ダメか。写真撮ってどうすんの、それ。お互いに、うん、離れていても、繋がってるよっていう、なんか。どうですか？出張行ったことどうするみたいな言うの。本当だよ。公認の浮気みたいになってる、なんか。そっか、それはダメなのか。でも家族と繋がりたいんだけどな。え？いやいや、そうだよ、なんか。飯行こうとか言ってんのにな、なんかね。そうですよ。ご家族と繋がりたいのに。うん。会いたいって言ってたよ、ゆみきちゃんに。私の方が多分会いたいです。うん、なんかそんな感じする。うん、ずっと言ってるんですよ、うん、そうだよね、会いたい。うん、会ったらどうしよう。え、待ってください。え、じゃあ攻略法を教えてくださいね。え、何の攻略法？奥さんの
そんな難しい感じじゃないか、うちの奥さん別に。どうですか、ハッピーな感じですか。ハッピーな感じ、合いそうだなって感じ、ゆみきさんちゃんと。じゃあいいかな、私めっちゃ人見知りなんですけど、うん、じゃあ兄弟連れてきなって、だからもしそういう、あ、弟ですよね、弟でもいいし何でもいいよ。あ、じゃあ絶対連れてきます。水球のやつでもいいし。いや、水球のやつ急に来たら、ゆみきポセイドンでもいいし、何でもいいよ。猫背の男ですか。知らないねそれ、見たことねえから。ガラケーみたいに折り曲がる男ですか。そうなの。はい、いろんな種類取り揃えてますけど。いるな、やっぱり兄弟多いから。はい、いますよ。ラジオネーム、何度目のオーバーとか。え、酒井さん、マジっすか、おめでとうございます。おい、弓木、俺らの分まで酒井さんに頼むぞ、だって。もちろんです。うん。うん。もちろん。いや、絶対、なんか忘れそうなもんね、弓木ちゃん。私もそうですね。忘れそうなんで。そう、うん。いいや、でも、ちょ、メモはしてるので大丈夫です。なんてメモってんの。え、90、100。いや、何にって書いておかないとダメだな。そんな、子供のサイズそんな書いてあって分かんないだろう。ですよね。酒井さんへのお気持ち。うん。90から100ってさ。はい。はい、そうです。そういう書いておきます。それおかしいよ。100であってほしいよ、お気持ちが。100% でさ。なんで95の時あんだよ、日によって。そうですよね。おかしいな、こんなの。ムーちゃんの気持ちにしときますか。ムーちゃんの気持ちでね、いつかね、はい、そういうのもあるかもしれないから、はい、ラジ、あ、今メールね来ますか、ね、ちょっと待ってね、いろんなメールが今日はたくさん来てます。ありゃ、ラジオネーム存在、え、これ現在進行形で公認不倫してる。知ってないですよ、ご家族ともね仲良くなりたいなと思ってるわけですから。そうだよね、マジでね、うん、ラジオネームジャケパンダ、ユミキとヤバタンあったらすげえ化学反応起きそうだなって。そうですか。うん、私はもう一方的に拝見してる側だったので、うん、いや恐縮すぎて。ヤバタンも見てるユミキちゃん。じゃあ天気行きましょう、ユミキちゃん。あ、私は行けません。私はいけませんよ。関東甲信地方、明日のお天気、晴れるところがありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう、うん、え、気温が上がる午後は山沿いを中心に所々でにわか雨がありそうです。明日の午前の降水確率、東京 0%、 山梨中西部 20%、 東部富士午後 40%、 明日午後の降水確率、東京 0%、 山梨中西部 20%、 東部富士午後 50%、 明日朝の予想最低気温、東京23度、うん、甲府23度、うん、川口湖、うん、何度だ、うん、27度、23、川口湖18度。わお、8分ということになっております。明日の予想最高気温、東京32度、甲府32度、うん、川口湖27度となっております。あ、なんかね、それぞれですね、本当それぞれだな、うん、なんかこう水の事故とかもね多いし、ちょっと皆さんね、うん、あのお出かけもいいでしょうけど、うん、ぜひ注意していただきたいと思います。気をつけてください。そうだね、あとは、うん、熱中症などね気をつけて。そうですね、水系だから今日からもうこの時間からどっか移動してる人もいるだろうし、明日朝からどっか行く人もいるだろうし、うん、ここにね、ぜひおいとまさせていただいて、ぜひね、おいとまして、おいとまさせていただきたいと思います。はい、ラジオネームローリー、90から100ってアイソさんに生きてほしい年齢。ねえ、ねえ、もっとなんだか、アイソさんもっとですよ、150とかまでいってほしいですよ、いけるなら。アイソさん150、いけるならいけるならでいいです。生きるやん、チャリ移動してんだから。そうですよね、どっから来てるか分かんないんだぞ。え、ほんとどっから来てんだろう、神奈川とかやめてくださいね。いや、あるある、全然東大和市から来てる可能性あるよ。嘘やね、ほんと何時間かかんですか。お、ラジオネーム三平、ゆみきさん、矢端はちょろいっすよ、丸っこいパリピです。
どういうことですか。いやいいけど、県名カタカナでヤバタって書くなこいつ。ヤバタンさんね、いつかあるかもね。会いたいな。ゆみきさん忙しいからね今ね。ちょっとお肉食べたいですね一緒に。いいね、うん、シャトーブリアンね。えヤバタンさんのお料理食べたいです。あーじゃあゆみきんちに材料とか全部持って。またしんち。またしんちないですって。子供用のベビーカーないですもん。またしんちいつかあったら、うん、いつか。じゃあ明日は沖縄公演の初日、うん、はい。もう今日から待ち遠しい人たくさんいると思います本当に。もう沖縄の現地に行ってる方もいるでしょうし、うん、皆さん期待して今日の放送聞いてくれたと思うんで、はい、ゆみきさんの、はい、明日沖縄公演初日の意気込み最後に聞かせていただいてもよろしいですか。はい、大きな声で笑顔よく。笑, 笑顔よく頑張ります。元気よく、はい。うわー楽しみだな。右も左も喜んで、うん、右も左も喜んで。はい、頑張りたいと思います。体調気をつけてくださいゆみきちゃん。